ネオホラーラジオ。はい、ネオホラーラジオ、コウタです。ワッタです。よろしくお願いします。お願いします。今日は何を、生きてて、うん、ふと思ったわけ。はい。身の回りにホラー好きってなかなかおらんよなと。おらへんな。うん。YouTube やってるから。そう。いろいろそういう人らが集まってきて話したりはするけどさ。うん。普通に生活してて一切ないぐらいあるで。うん。これまでの学生生活だとか、うん、会社とか、うん、そういうところで出会った人で、自分ホラー大好きなんですって人となかなか出会わへんというか。そうやな。うん。うん、本当はおるかもしれへんけど、うん、まあ、なかなかそういう話をする機会もない。そうやな。でやっぱその今のこのチャンネルをやっててホラー好きの人に囲まれてる状況っていうのはすごい環境なんじゃないかと思ったわけ。はい。となればそのホラー好きの人たちに問いかけてみたいなと思ったわけ。うん。何を問いかけたかというと、うん、このホラー大好きな人たちがこれまでの人生で一番怖いと思った映画って何なんだろうと。ほうほうほう。はあ。いや、これ結構気になるところなんじゃないかなと。うんうんうん。というわけで、投票を募らせていただいたところ、はい、かなりの数の回答いただきまして、うん、今回それをすべて集計させていただきましたので、うんうんうん、それの発表の場とさせていただきたいと思います。おー、これは楽しみでございますね。題して、回答者はホラー好き限定のこれまで最も怖かった映画ベスト10でございます。あー、はい、多いな。もうなんか怖いと感じる部分は麻痺しちゃってるんじゃないかみたいな人たちがそれでもこれは怖かったよっていう映画って一体何なんだろうというのが気になりまして、それがまあ過去のものなのか最近見たものなのかとかもね、気にはなったのでご質問させていただきご回答いただいたという経緯でございます。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。投票を募らせていただいた場所は2箇所ありまして、うん、まず一つがチャンネルのアカウントのあるツイッターの方で募集させていただきました、うん、それのリプライを集計したもの、うんうん、そしてもう一つが普段不定期で雑談の生配信をさせていただいておりまして、そこに来ていただいてた方たちを対象に募集をかけさせていただきました。どのように募集したかというと、うん、ツイッターの方が一番わかりやすいのでもうツイッターの文章そのまま読ませていただくと、うん、ホラー好きの皆さんへこれまでの人生で一番怖かった映画を教えてください。好き嫌い関係なく怖いかどうかだけ、怖さの種類は問いません、上限1人2本までという。はあはあ、はい、なるほど。まあルールがもう全て書かれてるような感じなので、うんうん、これと似たようなことを配信でもお伝えさせていただいて、どれぐらいの票が来たかと言いますと、配信とツイッターのリプライ合わせて約700票ほどいただきました。めちゃくちゃ来たなと。めちゃくちゃ来てんな。めちゃくちゃ来たなと思いました。すごいな。はい。だからもうホラー好きの皆さんへって言ってるから、回答した人はほんまにホラー好きか全然文章読めへん人かのどっちか。まあまあまあ、そのどっちかしかわかんないから、うん、可能性ゼロではないかもしれない。ゼロではない、うん、もう読みさえすれば自分がその資格があるんだと思った人がもう答えてるわけだから、うん、ね。これはワクワクするな。はい。一体どうなったのかというのを、うん、前置きがねちょっと長くなってもしょうがないので、うんうん、早速発表させていただきたいと思います。はい。最後にちょっと少しだけお話しさせていただきたいのが、うん、ものすごい接戦でした。へえ、すごあの。それすごいな。うん。もちろん、かぶりを気にしないでほしいとかも伝えてたんや。うんうん。それでも、もうみんながみんな、自分はこれですっていうのを投票していった結果、ものすごい混戦になって。へえ。こういうふうな結構一強とかさ、うん、そのイメージがあるけど、そうじゃないねんな。もう、すごくて。なのでね、票数も含めて、発表させていただきたいと思います。うん、はい。そして、皆さんのね、投票結果、まあ、今回トップ10として紹介させていただくんですけど、うん、そこに入らなかった作品も知りたいって方大勢いらっしゃるかと思いますので、うん、2票以上入った作品に関しては全てあの概要欄の方に掲載させていただいておりますので、よければチェックしていただければと思います。これはいいですね、はい。皆さんのね、ちょっと投票を余すことなく、結果を楽しんでいただけたらと思います。うん、はい。ただちょっとあの1票のものに関してはちょっとあの調べてもなかなか出てこなかったりっていうものも多かったので、ちょっと今回2票以上入ったものとさせていただいております。はい。というわけで発表に移らせていただきたいんですが、ここはもう一気に10位から6位までを
ババンと。おお、駆け抜けるね最初から。ババンと出させていただきたいと思います。うん、そして、まさかの10位が同率。これ奇跡やなと思ったな。ほう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 。なので、同率10位を含めた10位から6位までの6作品を発表させていただきたいと思います。はい。10位から6位、こちらです。10位、コンジャム。同率10位、ジュソ。9位、エスター。8位、黒い家。7位、シャイニング。6位が、エクソシストでございます。おー。いや、これはかなりのメジャー作品というか、やっぱり有名どころ入ってくるなっていう感じで。うん。ま、ここのタイミングで言うのもあれなんですけど、まあ、僕はかなりホラー映画好きなんで、当然のごとく全部見てるんですけども、ワッターが普段なかなかホラー映画を見ないと思うんですが、この並びは知ってますか？あのね、はい、正直な話、企画自体めちゃめちゃ面白いと思ったけど、上の方3つぐらいしか自分知らんのちゃうかと思ってたわけよ。はあ、はあははあ、普段なかなかホラー映画見ないから、一人とかもうほとんど見えへんからな。はい、これは大体知ってるわ。あ、まあ、有名なそれぐらい。うん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 、そう、今回このこれがまあ10位か6位っていうことなんやけど、うん、特に自分がこうおおって思った部分が。うん、コンジアムとジュソのこの二つがここに入ってくるんやっていうのがすごいこう、うん、おーって個人的に思ったところで、うん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 、っていうのも他の作品はやっぱり結構もうエクソシストとかも特にやねんけど、やっぱりこう古い作品、うん、エクソシストなんて1974年とか公開がもうそれぐらいからもう今まで、うん、この令和の現在までこのランキングが入ってくるのがもうすごいって感じやねんけど、うん、この10位のコンジアム2018年、もう最近よ。うん、そしてジュソ2022年。いや最近とかじゃない、ほんまに、ついさっき、もうついさっきなよな、うん、だから記憶に新しい人が本当にたくさんいらっしゃるんだなっていうか、大人になってから見ても怖かったっていうところでこの2つはランクインしてるっていうのがすごいなと、うんうんうん、やっぱり思い出補正であったりっていうのは結構強く出てきたりすると思うんやけど、うんうん、このコンジアムとジュソの2つが入ってくるっていうのは個人的にはかなり面白いなっていう。すごいな。そう。で、特にこの二つに共通してる部分があって、うん、で、それのちょっと面白いなって思う部分追加でちょっと言わせてもらうと、うん、この二つともどっちも配信っていうのをうまく使ってんのよな。はあ、ははあ、だこれまでなかったやん、うんうん、そう、時代に沿ってるちゃんと、うん、この新しめのホラー映画でランクインしたこの二つがどちらもその配信っていう現代の流行りみたいな流行みたいなのを汲み取った状態で作られたものっていうのがすごい面白くて、特にジュソーの場合は最初に主人公がカメラに向かって喋ってるようなシーンから始まるんやんか、うんうん、だから画面に向かって、画面のこっち側に向かって喋ってるような感じ、はいはい、でそれってその感覚ってこう現代の感じで言ったら配信っていうものがあるから、その登場人物が視聴者である自分たちに向かって喋りかけてるっていう感覚を強く感じれるような、うんうん、もしこれが10年前20年前の作品やと、うん、カメラに向かって喋ってるシーンってビデオレターとか、うん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 、なんかの記録を残すために喋ってるとか、うん、そっちになるんやけど、うん、この配信っていうのがもう流行っていろんな人が見てる今やからこそ自分に向かって喋ってるっていう感覚で見れるっていうのが、うん、映像的な部分でも新しいし、はあはあ、こう受け取り手のこちら側の感覚がアップデートされてる、そこにハマってるっていうのがすごい面白い要素なんかなっていう。なるほど。はい、はあ。これはなかなか普段ホラー映画見んひんっていうのでワッターはよく言ってたけど、うん、今の聞いたらちょっと気にはなってくるというか。いや、めちゃめちゃ気になるよ。で、特にこのジュソがネットフリックスで公開されたものやから、はあはあ、だからパソコンやスマホとかそういうデバイスで見る人が多いわけやん、タブレットとか、うん、そことまたこの配信っていうのががっちりハマんのよな、うんうんうん、劇場で見ないからこそあえてのそこを行くんやっていう没入感とかもあるから、まあ、こうやってものすごい最近の映画でありつつすごいみんな怖いって言って話題になって、こうして投票を募った時にもう名作と言われる作品に紛れ込むような形でランクインしてくんのかなっていうのが、うんうんうん、いや面白いなっていう、うん、いや熱いっすね。いや今回結構熱くて、うん、だコンジアムもさっき言った配信って言ってたけど、うん、こっちに関してはもうなんかな、ストーリーなんて合ってないようなもんって言ったら怒られちゃうねんけど、うん、
もうそのなんか怖い仕掛けたくさん用意しときました映画だよな。はあ、はあ、詰め合わせ。うん。でその他の作品ってやっぱストーリーがあって、うんうんうん、そこに対して怖いアプローチをかけてるっていう感じなんやけど、うん、コンジャムの場合はもうそこらにびっくり箱置いといたで状態で。そう。で純粋にとにかく表現もう怖がらせようぜっていうのをなんかすごい感じる。うんうん。ここ最近で案外なかったんじゃないかなって、その不穏な空気感、ジメッとした感じとかじゃなく、うん、勢いよく、オラ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 って怖さが来る感じの、はあはあ、で、テンポもいいから、うん、なんかすごい最近のホラー映画で入ってくるっていうのはすごいわかるというか。わ、はあはあ、かりやすくて、そのわかりやすい怖さがちゃんと怖いっていうな。そう。はあはあ、で今回その投票募るにあたって、作品に対してコメントを投票時に記載いただいている方もいたので、うんうん、そういったコメントも紹介させてもらえればと思うんですが、先ほどのコンジャムだと、初見時びっくりしてお尻浮きましたとか、うん、コンジャムが最強に怖くて面白かったです、うわこれは怖いって思う要素が詰め込まれていてよかったですみたいなのを今さっき自分が言ったような、ほんまにやっぱりもう怖い要素をもうバババババって起きまくりましたみたいな感じの、うん、だからこう一人でゆっくり見るのももちろんいいし、うん、友達とかとワイワイ集まってなんかホラー映画見ようぜっていう時って学生とか多いと思うんだけど、うん、そういった人たちに一番ベストな作品なんじゃないかなっていう、ぴったしやな、そうみんなでおってワイワイしてる、うん、なかなか一人じゃホラー映画見れない、だから友達と一緒に見ようと思いますみたいな人がもし今回動画視聴中の方にいらっしゃるなら、うん、コンジャムが一番、まあ、盛り上がりで言ったら盛り上がるんじゃないかなっていう感じっすね、うんうんうん、あとエスターはもう今回9位っていうところにいるんやけど、うん、配信とかしててみんな好きなホラー映画なんすかとか怖いと思った映画なんですかって聞いたら、うん、エスターめちゃくちゃ出てくる、エスターはいろんな意味で怖かったみたいなコメントも来てたりして、そう唯一ちょっとだけ個人的な感覚やから、うん、これは別になんかその納得してほしいとかはないねんけど、うん、こう7位にシャイニングが来るっていうのが、うん、個人的な感覚で言ったらちょっと不思議で、うん、っていうのがシャイニングを見てる自分が怖いっていう感覚にあんまりならんかった。ああ、なるほどなるほど、うん、なんかもうアートの世界だよな、はあはあ、ちょっとシャイニング怖いだろうって人がいたらちょっとほんまにちょっと申し訳ないですけど、おるよな7位に入ってんの、絶対そう絶対でもそのアート的な感じやから、なんかその他の作品の怖いとは違うっていう今言った自分の意見もまあ分かるっていう感覚はあると思う、どういう怖さでもええって言ってもんな、そう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 、自分が最も怖いっていう思った笑顔っていうことやから、うん、うん、でも7位に来るんやなっていうので、はあ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 、そのちょっとアート的な恐怖の演出やから、うん、なかなか怖くなかったんですよねって今言ったんやけど、うん、実際投票時のコメントでいただいてたものの一つに、うん、この映画って主演の男性が気が狂ってしまって自分の家族をこう襲う感じになっていく展開があんねんけど、うん、そこに対してやっぱ子供に感情移入してて、うん、自分が最もその身近にいる頼れる存在である父親っていうのが今度敵になるような、そういう本当は味方のはずの人に裏切られてる的な部分での怖さが強かったみたいなのがあって、うん、ああでもそういう見方をして怖いっていうのは確かにあるんかなっていうので、うん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 、やっぱ人によっての見方が違うっていうのもすごい面白いなって思いましたね、うん、うん、で6位のエクソシストに関しては、うん、やっぱエクソシストといえばっていうのでなんとなくパッと思い浮かぶシーンの一つに、うん、ブリッジで階段ガーって駆け下りてくるみたいなイメージある人多いと思うんですけど、うん、はい、あの普通にエクソシスト見た時、うん、そのシーンありません。ええあれそう、あれエクソシストやで、うん、あれエクソシストやねんけど、うん、そのシーン普通にじゃあ6位入ってんねや見てみようかなって思って見るやん、うん、あのシーン窓かなってなるやん、うん、出てこうへんまま終わりますこれまさかの、うん、ジェイソンとかそういうパターン、あじゃないんや、あそれも違うんや、これまた別で、うん、じゃあどうやったら見れるんかっていうと、うん、あのディレクターズカット版、そう逆にそこにしかあれ入ってへんの、そうやね、あんな誰もが記憶に残るような印象的なシーンやのに、うん、普通に今見ようと思ったら普通の本編の方に入ってなくて、ディレクターズカット版みたいなさ、あのちょっと切っちゃったところも入れましたみたいな、うんうんうん、そっちじゃないと見れないっていう、
これすごい知らんかったって人も多いんじゃないかっていう。あのシーンが見たいって思って見る人は、視聴気をつけてくださいねっていう、はい、選択を間違うと、え終わったんやけどになっちゃうんで、お気をつけくださいという感じでございます。二度美味しいね。ですね。いやもう10位から6位の時点でかなり面白いなという。いや本当投票いただいてありがとうございますという。でこれ何がすごいって、さっき接戦って言ったけど、この10位から6位まで、俺ほんまに何もしてない、ちゃんと集計したんやけど、全部1票差。え、怖っ。怖やろ。何そういうとこの怖さ別にいらんけど。すごいな。すごいやろ。だからコンジャムとジュソが12票やね、うん。で、エクソシストが16票やから、うん、でもみんな一緒みたいなもんよ。ほんまにそんなちょっとの差ないよ。そう、みんな6位ぐらいまである。で、しかも、票が多いから人気だとか、票が多いから怖いんだってことじゃなく、それぞれ1票1票が、どこかに住む誰かが一番怖いと思った映画なわけなんで、うんうん、なので票が入ってるから怖いってわけじゃなく、もうこれは一票一票が誰かが一番怖いと思った一票なんで、それも含めて面白いなっていう。濃いな。うん。それがもう一票差で今並んでるっていうのは、っていうところで、ちょっと11位以降も、だいたいこんな感じの作品入ってましたっていうので、ちらっと見ていただきたいと思います。はい。11位以降、こちらですね。ちょっと画面にお出しします。はい。この中で特に、これはっていうのありますか？そうとか？そうは確かに我々学生時代とかになんかすげえ流行った記憶が、好きな人めっちゃ好きやしな。ちょっとテイストが違うやん。そう、だからなんかこう、それこそホラー好きって周りにいないよねって話を冒頭にさせてもらったと思うんだけど、そうってホラー好きじゃない人もよく見てるよな。その印象がすごいある。みんなで見ようみたいな。待って見て、目を背けたりする子いたりとかな。そう、痛いんよな。痛くて。わかるわ。コータはどれ？いや、もう、ダントツで、呪い。ああ、はあ、はあ、はあ。いや、これはもう、我々のと言いたいぐらい。そうやな。いや、もう本当に、もう呪い。といえば監督が白石浩二監督なわけなんですけど、はい、いやほんまにコビとか一切なくて、マジで好きなんですよ呪い、なら過去に我々のチャンネルに出演いただいた時にも大興奮したっていうのがあったぐらい、もう本当に呪いは見たのが中学生の頃なんやけど、もうやっぱり忘れられない一作として思いっきり刻まれてるんで、ほんまなんかあれば呪いやったもんな。いや、そうそうそうDNA 的なものにもはや刻まれたレベルの衝撃を受けたんから、だから自分の子供が生まれてきたら見てもないのに呪い好きな可能性あるレベル刻まれすぎてDNA が血となり骨となり、いや本当に遺伝子となって伝わる、そう見てもないのになんだこの記憶ってなる可能性があるレベルで好きなのが呪い。それこそミッドサマーとも最近のやつが入ってきてて、面白いなっていうのがすごくて、ただちょっとねブレアウィッチプロジェクトだけはちょっとごめんなさい。なんでこれだけわかんの？僕は本当にいやこれだけは本当申し訳ない。でももうすぐトップ10レベルのとこおるのに何があれだ。いやもう本当にいやマジでもうちょっとこればっかりはね、ほんと、ちょっとね、ブレアビッチプロジェクトだけは、ほんと申し訳ない。あかんかったんや。いや、投票する人がいるというのも、いや、わかるよ、全然。ああ、そうね。そこはわかんねえ。なんかこの怖さの表現と自分のこのハマり具合ってあるよ。そこにフィットする感じ。その噛み合った時にめっちゃ怖いと思う人がいるっていうのはわかんねえけど、逆に言うと、噛み合わせが悪かったっていう感じだから、個人的な感想で言えば、もちろんその好きな人がおかしいとかは思ってなくて、噛み合わせの問題。でちょっとな、ブレアウィッチプロジェクトだけは、こう、ちょっとうーってなっちゃうっていう。そう。逆にだから、これをめちゃくちゃ怖いと思って楽しめてみれてる人が、ほんと純粋に羨ましいというか、煽ってる感じじゃなく。うん。いやもう、なんかどれがトップ10入っててもおかしくなかったなっていう感じはありますね。という感じで、続いて、第5位と4位に、
いきたいと思います。はい。同時に出したいと思います。はい。5位と4位がこちらです。5位、ほの暗い水の底から。おお。4位、残影。おお。いや、どちらも日本の作品で、さっきまでは海外作品がすごかったんやけど、うんうんうん、どっちも日本の作品でもう超名作扱い受けてるような、ほの暗い水の底からとかは、うん、ちょっとゾワゾワってしたわ。ここに来てほんまにこうだが言う日本の作品2つ、うん、あこの僕ですら知ってる。あ、うん、それこそ本当に普段ホラー映画見ないんですよねって人もタイトル知ってるような2つやと思うんやけど、うん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 、このなんかさっきまでそのコンジアムびっくり箱みたいな感じやっていうので、うん、紹介させてもらったけど、うん、このほの暗い水の底からと残影のこの2作に関しては、うん、もうそれの対極にあるというか、いやほんまにめちゃめちゃ思った。めっちゃ処理したジメーっとした感じだ。本当にジメジメした不気味な雰囲気があって怖かったですっていうコメントが投票にもたくさんあって、うん、もうこれが初めてのホラーだったのでやばかったみたいな人とか、他の映画にはないそのジメッと感を、うん、最初の一作目として食らったんやったらもう確かに人生で一番怖かったに入るかもしれんなっていう、うん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 、そのジメッとしてて今の映画で言うとテンポだけで言うとテンポ悪いと思うね、うん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 、ジメッとしてる分だけ、うん、でもこうそのテンポの悪さが逆にこの次の展開を想像させる余白として機能してるというか、うん、なんか最悪なシーンが今にも来るんじゃないかとかそういうところにつながってんのかなと思って、おもろいなっていう。で、4位の残影に対してのコメントだと、うん、ジャンプスケアのような怖さではなく、ずっと何が起こるんだろうという薄気味悪さが付きまとってくる怖さで、途中でギブアップしました。おー、すごっ。ジャンプスケアっていうのが、よくあるような、一気にバッて出てきて、うわーって怖がらせるような、うんうんうん、ああいうのを言うんやけど、確かにもうそういう表現はないのに怖いという、うん、現実にちょっとリンクしてるのよな、イメージしやすいというか、うん、日本の、あー確かに、うんうん、自分が肌感覚で分かる状況、うん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 、うん、その状況において実際に不快感とかも感じながら、うんうんうん、共感性が高いっていうのがあるかもしれない。あとはもう他のコメントだと、身近であり誰でも経験してしまいそうな現象と土地に根付いているという自分ではどうしようもないものが一番怖いなと何度見ても怖いと感じます。あ、そういうことですわ、あ言いたかったの。確かにもう逃れられない大きな力みたいな、うんうんうん、なんかそういうのにも近い話なんかもしれんよな、うん、いやーおもろいな。いや本当投票ありがとうございます。すごいな、はい、これでまた4位5位それこそ残影もまあ、最近ではないんだけど2015年の方でまだ比較的新しい方で、それがやっぱ4位に入ってるっていうのは、なんかここ最近の正直なところ日本のホラー映画でみんな見てるよねこれっていうレベルのものってあんまなかったりすると思うんだけど、昔はあったやんか、やけど最近ないなーって思ってる中、なんかそれに近しいくらいの、うん、メジャー具合というか、それがあってなんかそこまで広まった日本のホラー映画っていうのは久しぶりやから、なんかいいなーっていう感じで、うん、どんどん後に続いてほしいなという感じやな、はい。ここでちょっとベスト3の発表の前にですね、皆さんから投票いただいた全体の中から、え、これに票入んねやみたいな作品があったので、ちょっと番外編として少し紹介させていただきたいなと思います。はい。いやもうこれに票入んねやっていうのの中で、うん、自分が特に思ったのが、うん、改めて言うけど、うん、これ人生で一番怖かった映画として投票募集してるやんか、うん、そこでなんとタイタニック入ってますみんな感動で泣いてると思ったら怖さで泣いてる人がおったあの中に。すごいよな、うん、4票入ってますせーせー4人いました。そう、でもこれ見た時にタイタニック人生で一番怖かった映画に入んのって思ったんやけど、うん、いただいてるそのコメントを読んだ時にちょっと納得するから読ませてほしいねんけど、うんうん、人がパニックになるのと水深が上がっていくのが個人的にとても怖いですっていう、うん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 、印象的なのってあの船の上でのシーンであったりっていうのがあるんだけど、確かにパニック系の映画としても
見れるというか、もうそれこそさっき言った逃れられない状況っていうところに当てはめて考えてた時に、ああそういう死から逃れられないみたいな、うんうん、そういう風にも捉えれるんかと思って、そこが結構面白かったっすね、コメント読んでて、うん、あとは船が沈んでいく時の恐怖心は一生忘れられないとか、栄華を誇った船が大勢の人と共に極寒の暗闇に沈んでいく様が怖かったです、うん、もちろんすごく感動しますが、考えうる全ての死に方があの一晩で起きたというのがトラウマです、いやこれだから投票した人たちは結構すごい熱量を持って投票してくれてて、うん、ああでもタイタニックそうか怖い映画かってなんかこうちょっと面白かったというか、うん、興味深かったなっていうので今ちょっと紹介させてもらったって感じですね。で番外編のちょっともう一つなんやけど、うん、投票で寂しい熱帯魚って書いてる人がいたんやけど、うん、多分冷たい熱帯魚の間違いでウインクなよな、うんうんうん、寂しい熱帯魚だからこれ冷たい熱帯魚の方に票を足しときゃいいんかなって一瞬悩んだんですけど、うん、まあ、一応寂しい熱帯魚で投票来てるんで、うん、寂しい熱帯魚として一票一票さすがにさすがにさすがに寂しい熱帯魚という投票があったっていうのがちょっと面白くて、うんうん、いや本当に編集結構大変だったんですけど、うん、ひとときの癒しにさせていただきましたので本当にありがとうございますいやありがたいなという、うん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 、っていうちょっと面白投票もありつつ、うん、ということで、はい、ついにベスト3に参りたいと思います。おー3位か、3位と2位同時に出したいと思います。はい、3位と2位こちらです。3位女優霊、2位呪怨。呪怨、おー呪怨ここで来るんや、あやっぱ来んねんなっていう、うん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 、やっぱ話題になった作品ってなんやかんやみんながちゃんと怖いと思ったから話題になったんやなっていうのがあるなっていう、うん、まあ呪怨って聞いて、まあ有名なシーンがいろいろあるわけやけど、うん、ちょっと思い出して身震いしたもんな。あやっぱり今となってはその公開からかなりの時を経て、うん、男の子、白塗りの男の子とかがなんかちょっとファニーな存在になっちゃってるとこって若干あるやんか、うんうんうん、でやっぱその当時はもう本当に怖かったですっていう人が投票でも多くて、いやほんまに特にこれを言ってる人が多かったっていうのが、うん、ここから若干ネタバレになるんで申し訳ないんですけど、うん、登場人物の一人が怖い思いした時に布団に隠れるみたいなのがあって、そのシーンでこのジョーンっていう作品は布団バリアをぶち破ってくるっていうシーンがあって、ほんまにあれはあかんねんそう、日本人がみんな思ってるあの布団バリアをなんと破壊してくるという、うん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 、ついに布団バリア効かへん存在出てきたかみたいな、もう怖くないとこないやんっていう、じゃあどうやって寝んのこれ見た後っていう、もうそういうところでめちゃくちゃ怖かったですっていうコメントも多かったっすね、うん、だから、うん、このシーンはさ一発の怖さがあるよな。あ日本の映画はどっちかといえばさっき話した通りジメッとしたイメージのっていう感じだったけどさ、あー確かに、うんうん、これは海外よりのバッっていう怖さみたいな、うん、印象に残るシーンがちゃんとあるっていう、そうそうそう、うん、一緒に絡まってる感じ、どっちもあるみたいな、あ感がやっぱりこの上位に食い込んできた理由なのかなと思うな。分かりやすく怖いシーンがあるっていうのは、うん、確かにランキングの上位に入ってくるところでは強いかもしれんな、うん、そして3位の女優霊に関しては、うん、もう本当にこれぞ原点って言ってる人がものすごい多くて、うん、もうやっぱりさっきまで言ってた日本のジメッとした怖い映画ってあるよねっていう話のもう一発目だよねこれってみたいな感じで捉えてる人がやっぱり多くって、うん、なのでここからどんどんこう流れができていったというか、うん、だ今の日本のジメッとしたホラー映画っていうのを、まあ、形作ったのがこれだと思いますっていうコメントとともに票がたくさん入ったという感じで、うん、投票のコメントを読ませてもらうと、うん、多くのホラー映画を見てきましたが女優霊だけは最後まで鑑賞できませんでしたという、これがほんまに怖さを物語ってるような、最後まで見れへんってやっぱり、そうで実際のところさっきも言った通りその全体的にジメッとしてて、うん、なんかすごい衝撃的な
バーンってでかい音が鳴るみたいなシーンは別になくて、うん、それでも怖さを感じさせるっていうのがすごいなと、もう見れへんぐらい怖かったってことやから、うん、あ、深夜のテレビで放送されていて、一人真っ暗な部屋の中で見ていたところ、始まって1時間ほどで何とも言えぬ肌寒さを感じ、初めてホラー映画を見て怖いと感じ、最後まで見れませんでしたっていうところなので、その見方はほんまにあかんで怖さを感じるベストな見方をしておいて、いや、怖いから見ないはもうすごい本末転倒、うんうんうん、いやでもすごいなんかいいなと、テレビでやってたってことやから、うん、これ公開が1996年やから、うんうん、まあそれこそ子供の頃見ましたとかそういうことなんやろうなとは思うんやけど、うんうん、ちゃんと怖い映画で怖い思いができるっていうのは本当なんかすごい羨ましくもあるというか、すごいいいなっていう、なんか楽しめてるなという感じで、うん、なんかこうコメント読んでても楽しかったですね、うん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 、なんかこっちもワクワクさせられる、なんか、うん、はい、ということでついに来てしまいましたね。はい、1位を発表させていただきたいと思います。はい、ホラー好きが選ぶこれまでの人生で一番怖かった映画第1位、こちらです。リングです。リングね、やっぱりなっていう人も多かったんじゃないかなと。いや、これはもうだってこの流れで出てへんかったらこれまで、まあリングでしょう。やっぱりリング強いなっていうのが、うん、そうだ、コメントを読ませていただくと、今でこそ逆っぽくなってますが、テレビから貞子が出てきた時は本当に怖かったです。いや、ほんまに。やっぱ貞子って怖いんよな。うん。他だと、リングは貞子さんと目が合ったのが相当トラウマになって、シャンプーの時目をつむるのが怖すぎて、シャンプーハット本気で探しに行きました。っていう。めちゃめちゃわかる。貞子さん。つけとかへんかったら何があるか分からへん。確かに敬意を持って接しないとっていう、うん、リングはまさに日本的なおどろおどろしい怖さです。美しい女性、黒髪、白い服、井戸、鏡、怨念など日本人の DNA に染み付いている恐怖アイテムの盛り込みはもちろん、程よい謎解きの要素もあり、ラストの主人公の選択は一コア要素でもある。それらの流れがとても完成度高くまとめ上げられており、見終わった後は自分のすぐそばに何かものすごく恐ろしいものが迫りきているかのような心細い恐怖がうっすら胸にまとわりつく、そんな恐怖が魅力です。このコメントがすごい。ライターの人がから来たんちゃうこれ。マジでこんなにすごいよ、もうすごいよ。いや、わかるわかる、そうなるわ。もうなんか詰められてもんな、この文章に。言うことなくなったもん。うん、こっから何言おうって。他のコメントも言わせていただきます。一番衝撃を受けました。井戸だけでなく、テレビから出てくる描写が怖すぎて、当時は縮み上がりました。いや、ほんまに、僕もこの小さい頃にテレビでやりますよってなってな、家族で見てたんよ。ほんまに出てくると思うやん。ああ、確かにね。このテレビから出てくるんちゃうかと。うん。もう区別できなくなってて、見てて怖すぎて。僕もお姉ちゃんも、ギャン泣きでお母さんにしがみついて。もう、爪食い込むんかぐらい。だからこれもう一番。僕の中で一番。ああ、これまでの人生で一番怖かった映画。うん。ワッターモリング。うん、もう刷り込まれてるわ。ああ、じゃあもう大納得の1位。わかるわかる、ほんまに。うん、これコメントで結構面白い、興味深いコメントが来てて、うん、じゃそれもちょっと読ませてほしいねんけど、うん、テレビから出てくるあの有名なシーン、幽霊はあんなに土正面からはっきりと時間をかけて見せられるとは思っておらず、当時映画館で見た中学生の私には耐えられない映像でした。今となっては始球式やったりモーニングルーティーンやったりしてるけど、それはそれで多くの人に感染させる、知ってもらうという貞子の思い通りの世界にはなったんだろうなと思う。ああ、確かに。目的はそうやもんな。うん。でもこれもう、ただな。ただな。ちょっとこれ、水さしちゃっていい？どうしてもなんやろ？どうしてもちょっと水さしちゃっていい？うん。これもうやっぱ、1位リングで、自分も、うん、やっぱ1位リングかと思ってたわけ。うん。で、久々に見返すか。ってなるやん、自然と。まあそうやな。
こうやって動画としても収録するし、ちゃんと自分も見返そうと思って、うん、リング見返すわけ、うん、みんなやっぱリングのことを忘れてると思う。ほうほうほう。というと今ワッターもめっちゃ怖かったと、うん、子供の頃見て怖かった、人生で一番怖いリングだっていう話だったやん、うん、みんなそう、子供の頃見て怖いと思ってる、うん、大人になって見返してみて、ストーリーこんなんやったっけってなるからなるほどなるほど、あの井戸の部分とか切り取られて覚えてるけど、そう、ね、ってことやな。だからもうちょっとネタバレ含みでお話しさせていただくと、うん、みんなが記憶に残ってる、もしくは見たことなくても誰かから聞いて知ってる、そのリングのところってどこかっていうと、まず見たら7日後に死んじゃうっていう VHS があったりだとか、その映像がすごい怖いなとか、そういうところで覚えてると思うね、うん、でなんかいろいろあった結果のテレビから貞子が出てくるシーンであったりっていう、そこやと思うねんけど、うん、それってリングの序盤と終盤やねん。ほう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 。中盤がないと間の記憶ないよなみんな。ほう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 。だから主人公である、まあ、松嶋菜々子さんが演じる主人公の女性が見たら7日後に死んじゃうっていうビデオを見ちゃうんよな、うん、でその後じゃあどうやったら生き残れるんか7日以降も、そうして行動していってどうやって貞子にたどり着くかって言えますかってやったら、うん、今パッと出てこんくない？出てこないですね。出てこへんやろ、はい、どうやって貞子にたどり着いたか、みんなの記憶を掘り返すために説明させてもらうとどうやってそのビデオから貞子にたどり着いたかというと、うん、能力。え能力ほらもう忘れてる。能力能力。何誰の能力？助っ人的な男性のなんか人の記憶を読み取れるみたいな能力そんな人おったん？ってならへん。えそんなんやったっけってならへん今ちょっと思ってみんな、えそんなことない、そんなわけないよって、そんなわけない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 ねってやってると。能力バトル映画これ。いやもう能力で貞子だってなるんやわからわからん。えそう。だからまずじゃあ順を追って説明させてもらうと、うん、まずその自分がビデオを見ちゃうと、はい、でなんなら息子まで見ちゃう、うん、何とかして死なずに生き残れる方法はないかと、うん、でそこで、まあ、その助っ人となる男性が現れて、うん、で一緒にそのビデオの真相をたどっていくんやけど、うん、まずこの呪われたビデオの映像の中に女性が映ってると、うん、なのでその女性は一体誰なんだみたいなところをじゃあ今度調べていったらいいんじゃないかとかなってくる、はいはいはい、それはもうすぐわかるやん、うん、流れとして、うん、でその調査がある程度進んだところで行き詰まっちゃうの、うん、もうこれ以上どうしたらいいんだみたいな、うん、もう時間もないのにもう手詰まりだどうしようってなったぐらいに、うん、なんか足場の悪い海辺のシーンみたいなのになるよな、うんうん、でどうしようってなってたら、うん、謎の老人が現れて、うん、意味深なことファーって言ってスーってどっか行くでその老人が足場悪いからよろけるんよな、うんうん、なんで来てんって話やねんけど、うん、で大丈夫ですかみたいな、危ないみたいな感じでガッて支えるやん、うん、その瞬間に記憶ぐわーって流れ込んで貞子だこれイベント発生でこれ老人掴んだらサイコメタラエイジみたいにそう情報が全部流れ込んできてそうってなってでそのリングって、まあ、シリーズものやったりするし、うん、原作の小説があったりするんやけど、うんうん、もうそのナンバリングのないリングっていう作品において、うん、その能力がどうこうっていう説明は一切ない。はあ、だ誰がやったとしても能力やったんかもしれない。そうでもうなんかいろいろな頭や足を使っての調査っていうシーンを得てよくわからんから能力で行っちゃったみたいな。もうそんなんやったっけって今なってる人結構多いと思う。ああ、そうなんや。パワー。うん、パワー。ああ。フィジカルじゃない方のパワー。うん。そう。まさかじゃない。ちょっと、すごいね。そう。だから怖かったシーンとか、印象的なシーンは覚えてるんやけど、うん、どうやって貞子にたどり着きましたかってところを、みんな忘れてるんよな。だから大人になってみたら、ここが印象的なとこになるの。そう、うん、俺完全にそうやねん。なあ、そうやんな、うん、だから今の時点でまだ疑ってる人おると思うね、うん、
いや、そんなわけないよ。リングが、うん、あのリングが、そんなことするわけないやん。ちゃんと緻密に計算されたストーリー展開を含めて、それで最高の映画リングなんじゃないのって。いや、もう、能力ないはあ、そうなんや、うん、能力ない、うん、で、貞子だってなるやん。うん、で、その貞子は、まあ、どうやら井戸で亡くなられたそうだっていうとこまで分かって、はい、で、井戸を掘り起こすんよな、うん、急に、うん、そして白骨死体みたいなのが上がってきて、なんかこう貞子を供養しましたみたいな雰囲気になるのよな、うんうん、で貞子を供養しましたってなって、別に何があったってわけじゃないねんけど、それでなんとなくビデオの呪いから解放されました感が出るんよ、うんうんうん、別になんか体に浮き出ていた謎のまだら模様が消えたとか別にないで、うんうんうん、普通になんとなく貞子供養しました、これでいけるっしょっていう感じ、はいはいはい、こっち側のそう気持ちみたいな、なんか映像の感じとかも、うんうん、これで解決だねの感じだよな、うん、って思ったら解決してませんでしたっていうので貞子が出てくる、うん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 、そう、その辺もなんか案外冷静に見たら、まあ突っ込みどころとまでは言わへんけど、はいはいはい、あ、こういう感じやったっけっていうのは今見るとそう思うというか、うんうん、まだ終わってない感は、うんうん、ちょっとこっちの都合やんけってなる。そうそうそう。でもその当然だから、それを含めて別にディスりたいとかそういう気持ちは一切なくて、うん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 、何が言いたいかっていうと、そういうなんかちょっとした細かい気になる要素とかをもう誰も記憶に残さへんぐらい、いや当時のその貞子っていうものの恐怖であったり、うんうん、あの演出だとか映像の見せ方とか、呪われてる VHS の中の映像とか、うんうん、その辺でもうみんな怖すぎて能力発揮してるとこなんてみんな画面見てないまである、うんうんうん、もうそれぐらいパワーある作品だよねっていう、うんうんうん、結局いろいろ言ったけど、もうそれぐらいのパワーがある作品だからこそ1位になるっていうのがもう納得というか、いやほんまに当時大人な人も絶対いっぱいおるし、うん、瞬間の爆発力で、うん、その全ての違和感を消し飛ばしてるってことやろ、うん、ちゃんと1位ほんまに、うん、映画のネタバレしちゃったけど、うん、ネタバレ史上一番見てみようかなって思う人を発生させたネタバレやと思う、うん、もう一回見てもう一回やっぱ込みでも怖いわってなる映画やな、うん、それにほんまにそんな展開やったっけって今ちょっとやっぱ疑ってる人まだおると思うから、うんうんうん、もうその疑いはね、ぜひレンタルでもいいですし、今ならサブスク系とかもリング当然ありますので、うん、ぜひぜひ見ていただきたいなと思います。やっぱ久しぶりに見たらすごい面白かったっていう、うん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 、ちょっと水差すんやけどっていう入りで言ったけど、うん、最終的に盛り上げたかったっていうそれでもすごいぞリングっていう、そう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 、そう、そこだけはもうちゃんと言いたいなという、うん、っていうのが今回のトップ10なんやけど、どうすか。いやー聞いててもらってわかると思うけど、うん、このテンションの高さ、ああマジでおもろかったな。いや面白いよな、うんうん、それこそこのワッターも含め視聴者さんも有名でタイトル知ってるけど見たことないですっていう作品ってちょこちょこあったんじゃないかなって思うよな、うん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 、なんかタイトル知ってて昔からよう聞くからなんとなくもう見るタイミング失ってるみたいな、うん、でそれを令和のこの時代に一番怖かったの何ですかって聞いて、その誰かの1位としてこうランキングにボンって入ってくるっていうのは、うん、見てみようかなと思うきっかけとしてはもう最高のものなんじゃないかなっていう思ってますので、いやーほんまにな、ぜひね気になる作品があったらチェックしていただきたいなと思いますね、うん、今の時期にぴったり、そう、もう夏も真っ盛りなんで、うん、はい、で一応ね配信やツイッターで募集させていただいたので、うん、そこでいただいて言ってる連絡の中にコウタさんとワッターさんのこれまでの人生で一番怖かった映画知りたいですっていうお声はすごい多かったんよな。で全部終わった後にワッターに聞こうと思ってたんやけど、うん、言っちゃった、もうワッターはリング、うん、あだからもうみんなと気持ち一つだよみたいなことやんな、うんうんうん、ワッター、いやもうそれはもうすごいなっていう、やっぱリングなんかもうそれぐらい、だらそれこそホラー映画見ないワッターでもこれが1位ですってはっきり言えるぐらいの作品やっていうのはすごいなっていう、うんうん、こうだわ、俺もまあ一応ちょっと途中で言ったぐらいまであるんやけど、うんうんうん、ほんまに何の忖度もなしで、うん、一番怖かったのが白石監督の呪いなんですよ、うん、それは
これ、そう、その、好きな監督の作品を出してるっていうのじゃなくて、逆なんですよね、うんうんうん。ホラーの作品を見たっていうことにおいて、うん、めちゃくちゃ怖い思いさせてくれた監督だから好きなんですよ。逆なんですよね。好きな監督にこびてるわけでも何でもなく、そっちなんですよね。作品が好きだからこそ監督が好きになったっていう、うん、そっちなんで、なんかそれを聞いたら、ああ、なんか好きなの分かるわっていうのになるんじゃないかなっていう。でももちろんもう何度目か数えきれないんですけど、今回のランキングでこうやって動画で収録で話すにあたって改めて呪いも視聴しましたけど、やっぱおもろい。しみるな。でさっきちょっとリングの時、意外とストーリーちょっとこういうガバガバなとこあるよねみたいなことちょっと言っちゃったやんか、うん、で呪い見るやん、うん、呪い完璧よ。ほんまに求めてたものがここにある。いやほんまに、だサブスク系に、うん、多分なかなかなくて、うん、ないんだって思った人はね、ちょっと漏れなく DVD 全員買ってもらって、はい、うん、そうだからもしかしての話になっちゃうんだけど、今見ても怖いかどうかっていう観点を投票する人に問いかけてたら、呪いは結構上に来てたんじゃないかなっていうのは思うレベル。あ、それぐらい今見ても面白い。おう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 、うんですね。色褪せへんっていうのはすごいよな。いやほんまにそう思う。もしかするとその、それこそサブスク系全然ないから、うん、もしかするとその視聴者数的な部分のあれとかもあるんかもしれないんだよな。うん、見た母数の問題で、うん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 、でもそれでも10何位かに入ってるわけだから、うん、めちゃくちゃすごくて、15位4位とかに入ってきてるから、うん、めちゃくちゃすごくて、で呪いに投票してる人のコメントみんなすげえ熱いんや。ほう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 。だから熱量はめっちゃ感じてて、うんうんうん、やっぱ見てない人たちがいるっていうのはちょっと寂しいぐらいなんで、あ、みんなに見てもらいたい、みんなに見てもらいたいですよね、うん、ぜひぜひ呪いをまだ見てない方はご視聴いただけたらなと思います、はい、いや本当に今回だからなるべくねちょっと時間かけていろいろ紹介させてもらったんですけど、それでも本当にあの紹介しきれない数の投票をたくさんいただいたので、ちょっと概要欄でのランキングの記載にはなっちゃうんですが、うん、1票1票がそれぞれ誰かがこれまでで一番怖いと思った映画なんだと思ってランキングを見ていただけたらなと思います、うん、いや本当にあの楽しかったなと。いやマジで楽しかった、すごい、うん、もしねそんなランキングやってたんだ、投票したかったなって人いらっしゃるかもしれないので、そういった方はねこの動画のコメント欄に自分だったらこれ入れてたなみたいな作品あれば記載いただけたら嬉しいなと思います、うん、コメント欄含めてまだまだ楽しめる動画になったら嬉しいなと思います、ね、まだ伸びしろある、うん、最後にはなりましたが、もう今言っても遅いだろって言われちゃうと思うんですけど、コメントを記載する際はランキングのあのネタバレだけ少し注意いただけたらありがたいなと思います。まあいいんですけどね、どうしても書きたければこっちは止めらんないのでね、うん、はい、まあまあまあ、なのでまあそちらにお任せする形にはなるんですが、まあ、極力ぐらいの感じでよろしくお願いいたします、うんうんうん、別にあのイライラすることもないのでこちらもあのご自由に、はい、なんならね感想などを書きたいっていう方もいらっしゃるかと思いますし、ぜひぜひコメントはお気軽に記載いただければと思います、はい、というわけで今回の動画は以上となります、はい、よろしければねまたこうやってランキング動画やっていきたいと思いますので、その際はご協力のほどよろしくお願いいたします。お願いします。次何のランキングやったら面白いと思う？ YouTube に存在する怖い動画とかにする？あーいいねいいね、ちょっと面白いな、いいね、うん、うん。いつか投票募るかもしれないので、その際はよろしくお願いいたします。お願いします。今回は本当にあの映画のご投稿たくさんご協力いただきまして本当にありがとうございます。700票超えてて724票ぐらいかな、で、1人上限が2票までなんで約400名ぐらいの方がご協力いただいたので、いや本当にたくさんの方にご協力いただいた動画となりました、本当にありがとうございます。ありがとうございます。というわけで今回は以上となります、はい、ぜひ気になった作品が見つかった方はチェックしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。